この全国大会から始まって2000名以上の中からの頂点を決める戦いがいよいよこれからスタートすることとなります。ご紹介いたします。拍手でお迎えいただきたいと思います。まずは江戸海選手、うん、そしてボイスズル選手、いろいろグダグダ管を巻きながら結局決勝じゃないですか。決勝改めてね、先ほども説明したけれども、しましたけれども1試合選手制になります。ちょっとね一発勝負じゃないという部分もありますので、堅実さという点では下位かなり有利ではないかと思うんですが、改めて、対戦相手の迎えてどうですか。チップタイプの方がいいんじゃないですか。おいおいおい、今そこでかい。いやいや、じゃあのこれ教えなくていいから波に乗ってます。会場も味方につけてます。厳しいと言われながらもかなりいい波が来てるのではないでしょうか。振り返ってここまでどうでしょう。崖っぷちでした。崖っぷちと言いながらも指一つしっかりと引っ掛けてここまで上がってきましたね。ぜひとも意気込みを聞かせていただきたいと思います。実は、はい、優勝の予想を自分にしたんで、はい、おーやってみたいと思います。はい、では聖火ゲーム大会では恒例となりましたが、最後の質問に参りたいと思います。イルティギア・ギグス・ザ・セカンド、この大会に優勝するのは誰でしょうか。ゆずた、では改めてそのゆずたご本人にお伺いいたしましょう。イルティギア・ギグス・ザ・セカンド、この試合優勝するのは誰ですか。この譲り合いが気持ちのロハナに勝利に影響するか分かりませんが、最後の足をお願いします。ではそれぞれの試合の方へ移動してください。ではこれが我々としても最後のゴールとなります。気合を込めて2人を応援する気持ちでゴールしてください。参ります。ヘブラヘブさあ始まりました。最後に頂点に立つのは果たしてどちらか。ファイナリストはエイトロカイ対堀進選手。まずは第一試合となります。両者開幕から飛ばしていくのか、片や堅実な攻めを見せるか。開幕から打ち込む両者、さあ強し式転移を巧みに使い投げ込んでいくのはまずは堀進。さあ激化する両者のバトル、ダスト合わせる投げ、さあベタプレード無敵技で突っ込むぞ。さあラッシュをかける、ラッシュをかける、ラッシュをかけるのは堀進。さあ体力は一気に約8割、いや9割奪い攻めていった。まずは1ポイント、堀進バン決めしたい。開幕から攻める攻める、手裏剣を投げる。さあまさにその動き忍びのごとし、巧みに攻める攻める、堀進。さあ両者のバトルはいかなる試合展開を見せるか。グリルセイバー合わせていった。ここで反撃に出るのはエイトロカイ。さあ両者ガッガンぶつかり合います。ぜひ一発決まるたびにさあ応援していただきたい。さあ突っ込んでいったのは堀進だ。さあ逆に切り返すエイトロカイ、
合わせるサイドバーとアルファプレブリー対空で合わせる打ち合う両者レフトからのバカーガンバプレーまだわからないまだわからないさあまず第1試合目は掘り進む1勝目を挙げております堀進エイトの回追い上げることができるかさあ無理ですと言っておりますががっつりぶつかっていただきましょう第2試合目レッツロックまず投げてアルファブレイドすかさずかかとを落とす掘り進む熱唱から空中に持っていくグリードセーバーここは読んでいたしかしサイドバーストと合わせる両者ベータブレードが空中コンボに持っていく掘り進むの勢いが止まらないさあこのまま決まるのかさあ、エイトの回一発逆転を見せたい手裏剣を投げるペーパースロット空を切るそしてアルファブレードそのまま走り抜けるそうまさにその動き忍びが落とし攻める攻める攻めるのは掘り進むだ優勝は掘り進むまだですね、準優勝いたしました、エトロカイ選手お話伺いたいと思いますこれでやっと眠れると思いますが、もうあんだけ乾杯すればもう悔いはないですねありがとうございます、ね、でもやっぱり、ね、こう気持ちが落ち込んだ分だけでもここまで頑張ったっていうのはやっぱり嬉しいんじゃないですかいやどうなんでしょうもともと負ける気できたんでそれがなんか、どうなんだろうな功を奏したというか、途中で、まあ、今日は、まあ、しばらくちょっとこれで一間置こうかなと思って、はい、だからちょっと、まあ、最後に華々しく散ろうと思ったんですけどここまでなんかしないが来ちゃったですねはいでもね、これスラッシュ始まったばかりですまだまだこれからね、歴史が刻まれると思いますのでねこれからもぜひ頑張っていただきたいと思います、まずねここまで頑張りましたエイトロカイ選手に大きな拍手をお送りくださいそして、見事優勝いたしました堀進選手です、ですねまずは苦難の道のりだったと思いますが振り返ってみていかがでした最後の2試合ですけど手裏剣が暴発して結構危なかったんですよいや着地元老山を狙ったら出るんですよねコマンド的にちょっとスタートボタンに直してほしいぐらいですねはいありがとうございますさあ、これでですね小川選手も下し今度は追う側から追われる側に変わりましたここは一つですねまあ、HG の加工しろとは言いませんけれどもぜひ頂点に立った者としてこれから挑戦する皆さんに向けて一言お願いいたしますいつも崖っぷちなんでちょっとコンボを安くしておいてくださいありがとうございました、改めて、ご紹介いたします優勝は堀進選手ですおめでとうございます